松さんは反響・感想を聞いていてかかがでですすそうね本当にあのたくさんの方が見てくださってあの本当にあの何度も劇場に足を運んでくださった方もいるみたいで本当にすごく嬉しいですねあの、こんなに世界中に広がっていってあのここからとどまることなくもっともっとたくさんの方に見ていただけたら嬉しいなというふうに思います。 からね、全世界に広がっていくんだろうなという感じもしますけれどもあの続けて名塚さんあの公開を迎えてこの歌というキャラクターさらに人気が高まってたくさんの方に愛されるキャラになっているかなと思うんですけれども歌を演じての思いそして今のお気持ちというのは改めていかがでしょうか。そううですねもう本当に 嬉しいです。あの、皆さんに歌のことを見てもらえたのも嬉しいですし、あの、アドさんと一緒に、えー、作ってきて、あの、楽曲の方も、あの、すごく皆さんが聴いてくださっているっていう声もたくさん聞くので嬉しいですし、あとはもう本当にあの、麦わらの一味の皆さんと、こうして一緒にステージに立たせていただけることもすごく嬉しいです。あの、収録の時はどうしてもあの、皆さんと一緒にっていうのは難しくて、 あのご一緒に撮ることはできなかったんですけどあのこうやって舞台挨拶で皆さんとお会いできてなんかこう本当に,ワンピースに「ONEPIECE」に一味の皆さんの仲間にっていうタイプですけどしてもらえたのかなっていうあの思いがあって今日皆さんと一緒にここに立てたことがとにかく今はすごく嬉しいです。 中さん仲間ですよね。多分ね。<laughs> 仲間ですよ。ありがとうございます。もうさっきもほうきさんのセリフで仲間がいるよって言いたかった。ね、ありがとうございます。皆さん揃ってね。お客様も嬉しいと思います。そして、あの津田さんにも伺いたいと思いますが、はい、未だ謎に包まれているこのゴードンなんですけれども、はい、物語の鍵となるとっても重要なシーンがいくつもあったかと思います。はいえー、この作品、ゴードンを演じるにあたって何かこう意識されたこと。 ありましたか単純にちょっと緊張しましたねあの本当に長い年月かけて皆さんが作り上げてきたこの「ワンピースにとってもなんかこう重要なキーとなる役をあの演じさせていただくことになって本当にあに緊張しましたけれども前にあの4時で現場に入らせていただいていてその時にほんに。 本当にすごい熱量の,あのシーンとかを体感したことがあって先輩方がやってらっしゃるのを体感しといて本当よかったなと思って、あのー、なんだろうとにかくフルスイングもうなんか嘘のないフルスイングで勝負っていうのをその時にあのあこういう現場なんだこの凄さなんだっていうのをあの体感していたのでもうフルスイングするしかないって思って。 はい、参加いたたししましたあの見たお客様の中からゴードンのシーンでぐっと心つかまれたっていう感想も結構多いんですがす。その辺りはいかがですかいやもう本当に光栄でございます。なんかいっぱいしゃべりたいことあるんですけどこの回はマスコミの皆さんがいらっしゃるからあまりしゃべっちゃいけないって <laughs> 言われておりましてはいあのでもとってもあの、まえー、と個別の収録ではあったんですけどとにかく楽しく。 そして素晴らしい台本だったので一言一言丁寧にフルスイングでと思ってやっておりましたありがとうございますこちらこそありがとうございますそうですね記者の方記事にしていただくのでネタバレにはちょっと触れづらいなというところもあり気をつけていただいてありがとうございます,すいま <laughs> さああそしてあの皆さん、登場の時にもう気になっていらっしゃったかと思うんですけれども、後ろのパネル、映画をご覧になった方からの感想、コメント、もちろんねたくさんいただいたんですが、その中でこちら、届いているものを皆さんのバッグに配置をさせていただきました、一部ね載せているんですけれども、皆さんは気になるコメントをぜひ聞きたいなと思うんですが、夏香さんは、どのあたりのコメント、になりますか、はい、あそうですねあのこのこ 今を生きるための励ましをくれた素晴らしい傑作っていうのは、あ、そはごめんなさい、すいません。すいません。こちら。そうですね。あの、本当になんか歌の気持ちからしてもすごく嬉しいコメントだなって、やっぱりあの、歌の歌でみんなにこう、<laughs> 元気を、そして幸せを与えたいと思ってあの突き進んでいる子なのできっと歌が聴いてもすごく喜ぶんじゃないかなっていうふうにみんなのこう生きがいになってくれたら嬉しいなって思いますね今を生きるための励ましというのはきっと皆さんも、ね、感じていらっしゃることだと思います。ありりりががとうございまます津田さんはどのあたりのた感想が気になりましたか、はい 先輩方、すみません、あの圧倒さ,れさせられる映像、圧巻の歌声って、すみません、はい。ちょっと中居さん、空中で止まっておいていただいて劇場でしか味わえないというところそううですね、もう本当にもうスタッフの皆さんのもう圧巻の映像、そして歌声とか音楽とか芝居とか、もう本当もういろんなものがあ,あの劇場だとさらに。 パワーアップされてはいどんどん来るんじゃないかというのですごくやっぱ劇場で見る映画だなと本当に思いますねはいもう冒頭のねもう過小のシーンからこれはやっぱり浴びなくちゃっていうところありますよねはいありがとうございます奥さんはいかがでしょうか奥さん<あ>はい私はい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 、えー、僕はあのうのアドちゃんの歌にもびっくりしましたね本当にあの新時代の時のあのうも 裏声と裏ええなんで、間違ったあのそのちょうど本木さんの後ろにある新時代、新境地すごい映画だったっていう,ああこう、ね、<laughs> それであの裏声と裏声の使い方のす、ね、ごさにねやっぱもう本当になんか新しい時代が来たっていうような、ね、気がものすごく衝撃を受けましてそれで、まあ、世界的にもいろんな意味で新しい時代っていうか。 あのまあ仮にプロ野球で言えば大谷君が頑張ってるとかねもう我々では考えられなかったような人たちが今どんどん出てきてるみたいなねもう新しい未来がどんどん開けていくんじゃないかという意味ではもうアドちゃんの歌に本当にびっくりしましたね新時代新気持ちでしたよね、えー、まさね、はい、逆光なんかも良かったですしね,ね、えー、それからあの世界は続くですか <laughs> それも良かったし。 えー、そんな感じですすね、はい、ありがとうございますお話もなんですがビジュアルのインパクトがすごすぎてですねご紹介いただきありがとうございます後ろの、ね、感想もありがとうございましたそして張さんにも伺いたいと思いますどのあたりの感想が気になりましたか、はい、シャンクスが最高にかっこよかったっていうここですねあの習志さんが今日はいらっしゃらないんですけども俺、若いって思ったんですよ。えっ もう,もう、で、秀さんがその最初の第一声を言ったときに、おおと思ったんで、これはもう持ってかれるなと思ったんですけど、持ってかれました、で、親父を演じるんですけど、これがね、やっぱ泣いちゃいそうになりますね、いい親父ですね。はい。 僕はそこが好きですかっこくてねしび、はい、れましたよねそうですよねシャンクスが過去最高にかっこよかったという感想をたくさんいただいておりますありがとうございます